どうも、ゆっくり霊夢格好部主です。マリサだぜ。前回からリベンジシリーズの開幕。連続での大阪の陣だが今回は少しいつもと作戦を変更。伊達家編では威風、停戦を連発して進めていったけど今回は防衛拠点をメインに使いながら同様状態を狙ってのカウンターでどこまで勢力拡大できるかやってみることに。まあ途中やばそうなら方針変更するかもだけどね。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は小諸城防衛して終わったんだったな。カットしまくったからあれだけどめちゃくちゃ難しかった。そして今回計画としては上田城はどちらでもいいんだけどこのまま沼田城で防衛威風、そこからカウンターで神津家を制圧していこうと思う。進路変更せずに沼田城にあの城が向かえばさすがに甲状腺発動しそうなんだがな。周辺見る感じ第一陣で駿河から下草までの部隊が出陣してたみたいだね。ということは第二陣は尾張方面から向かってくるのか。げ、しっかり小二田発令で信濃に届きそうな兵糧日数。小諸城の修復も余裕かと思いきやリロード早そうだしすぐにでも修復入れないと間に合わないかもしれない。あと前回感じたのは諏訪大社と鹿島神宮が厄介すぎることだな。そうでなくても兵力差あるのに高レベル騎馬増産、ましてや通常合戦でも指揮劣勢はえげつなさすぎる。鹿島神宮はすぐに関与はできないけど諏訪大社は最悪軍制圧でぶっ壊すだけでもできるから様子伺いながら壊す機会を探ろうかな。あと防衛は前回でなんとなくイメージできたと思うけど今回はカウンターで攻めていくことも考えないとダメだからそのあたりも時間進める前に決めていこうと思う。関東周辺の第一陣は騎乗タイミングにもよるだろうけど沼田城で綺麗に防衛線発動すれば防衛もすぐには向かってこれない様子。前回魂の加徳リレーでワンオペ可能上司大量生産したけど戦力補強をもっとしていきたい。ということは東北方面に伸ばしていくのか？だね、徳川家方勢力と停戦終了まであと半年。それまでにある程度カウンターで館林城までは進めていってそこを起点に立花家まで制圧したい。田倉城まで結構距離あるが、そこは大田原城まで拡大できれば気合でなんとか。最後はいつもの納金理論だとしてもさすがに停戦入れないと九州は無理だろう。それなら徳川家との同盟破棄せずに最初から東北勢力九州に動けばよかったのでは。それだとロマンが足りねえだろうが。正論を無理やり弾き返してきやがった。あとまだまだこれから小諸城は激闘が繰り広げられるだろうから正論持ちをもう一人配置することに。戦国家の家臣か。ここに正論配置すれば放置したら本丸引き込みで効果範囲無視しなくても相当ダメージを入れられる。右の城門に重複してないのが残念ポイント。一応これが現状の数値ね。数字だけ見たら上田城は包囲だけして帰りそう。なんやかんや兵力多いしね。修復入れようと思ったら来月まで金欠で無理だった。緊急修復も提案に。すぐに出陣してきてないからコスト次第。あ、期間はいいけどコスパ最悪すぎる。だいたい3割くらいしか回復しないな。通常の修復ならどうだろう。正幸ならほぼ全回復だな。来月まで時間はかかるけどさすがに大丈夫だろう。コスト面でも400上乗せだけだし明らかにこっちの方がいいな。温泉掘削も終わってるからできれば兵力回復加速させるために当時療法発令したいんだけど、この修復とか上位集落とかでコストがかかるから収入をこれ以上減らせないんだよね。緊急修復にしておけばよかった案件か。さすがにいきなり沼田城から目標変更するとは思わなかった。でもこの距離なら織田家政策発動してないし修復は間に合うだろう。というか沼田城から兵力減ってしまったら防衛線発動しない可能性も出てくるんじゃ。沼田城1万、小諸城に3万、明らかに采配おかしくて草。なんか騎乗部隊まで出てきてるし、超大回り部隊も出現。最悪沼田城は威風弱でなんとかするからもはや上田城で防衛線発動、小諸城行きの部隊一掃してほしい。よく見たら沼田城に絡んできてる敵部隊は国衆多めなのか。そう、さすがに今合戦だと巻き込む部隊多すぎてヤバいかもしれないけど4部隊くらいなら正幸さんと雪村さんでなんとかできると思う。むしろ敵5部隊で大マップの方が勝率いいまであるのでは。確かに、というかもっと変えるかと思ったら張り付いてる部隊は帰らないのね。今すぐに合戦発動で美濃和城経由部隊を威風で吹き飛ばせるかどうか。吹き飛んでも美濃和城の上にいる部隊くらいじゃないかな。あれくらいならむしろ小諸城に流しても問題なさそう。
現状6部隊が沼田城に向かってきてるからさすがに風弱以上は発動させて軍奪還を簡略化させるとしてもう少し様子見しようか。思ったより余裕で修復間に合ったな。ただ兵力回復が間に合うかどうか。軍制圧されて最大値減るとしても微妙なライン。それまでに沼田城で甲状腺発動してくれたら話早いんだけど。あ、軍制圧でもこれ兵力間に合わないんじゃ。最大値に対しての割合だから連兵城ぶっ壊せばすぐに可能になるか。でもそれだと次の防衛がめっちゃきつくなりそうなんだが。あ、ギリギリもう一つの軍制圧間に合って準備完了したわ。これで防衛移風三面待ち、どこ積もっても即座にカウンターに行けそうではある。ただ沼田城に張り付いてる部隊が労働不足でそろそろ帰りそうな雰囲気。マジかよ、この作戦において防衛線まで行かないのが一番痛い被害なんだよね。その1、カウンター前提だから労働枯渇での部隊壊滅では同様状態にならないから防衛に向かって来られること。その2、軍制圧に時間かかりすぎて非常に面倒くさくその間にまた攻められる可能性あり。カウンター用に沼田城の兵力を多くしたがもはや少ない方が甲状腺に持ち込んでくれたかもしれないな。部隊数こそ多いけど大半は国州、マップ次第では被害を抑えながら勝てるんじゃないかな。あ、雪村と分割しようと思ったがまさかの軍制圧で不在という。編集中に思ったけどこの場合のブリュキさんの軍、もしくは無事の軍に雪村さんを配置すればよかったと後悔。と思ったけどそもそも包囲されてる状態だと配置不可能だったわ。上田城との間の絶対に守れるであろう軍に雪村や出陣させたい武将を配置するのも大事になるかもしれない。もしくは敵部隊のルート確認してから包囲される前に調整するかだね。同様状態にするためにも正幸さんと信幸さんで分割して出陣。いかに国衆を武将と戦う前に処理できるかだな。大路にさえ押し込んでしまえば混乱はめできるからね。合戦開始。プレイヤー有利マップ。ただ部隊数が少ないからそうなってくると有利と言い切れないような気も。てかもはやもっと分割して出陣させて国衆の対応に向かわせてもよかったかもしれないな。信義とかも国衆くらいなら能力負けしないだろうし。確かに、そういう細かいところ今回のシリーズで学んでいけそう。結局部隊数負けしてると中央で粘ろうにも信行交代させて退路守らないとダメだしな。とりあえず落石制圧、正幸さんに混乱まで粘ってもらって落石発動で中央は処理していきたい。信行さんはすぐに退路に戻ってもらって国衆の対処だ。見せてくれ。そろそろ落石発動。小笠原さんがまさかのこのタイミングで交代、ちょっと中央が怪しくなってきた。しかも両部隊騎馬高レベルだから固定ダメージが痛すぎるんだぜ。信行さん前線、ただ国衆さん連戦はなかなかの苦労。引き負けで国衆の能力上昇してるのが辛すぎる。中央は謎に膠着状態だったけど動きそう。落石発動で圧をかけていく。出ましょう。兵力の半分くらいのダメージ。もう一発当てれば潰せれそう。落石は割と早く溜まるから正幸さんの混乱で粘れば2部隊ともに当てれるかもしれない。交代してきたから正幸向かわせるんだぜ。騎馬ダメージいって残りの兵力半分くらい持っていかれたんだぜ。騎馬一発で戦局変わりすぎなんだが。しかも部隊分裂してるし信行の方に向かわれたらかなりきつそう。とりあえずできることは落石混乱、このコンボだけだしそれに全てをかける。もはや国衆が普通の武将並みの能力に。引き負けやっぱエグいわ。二発目の落石発動。おお、いいダメージ。さすがに撤退するだろうし正幸を信行の援軍に向かわせても良さそうだ。退路破壊は二つあるし間に合わないだろうからね。最後は衝撃。思った以上に被害が出てそうなんだぜ。国衆と思って部隊数の確保しなかったのが被害拡大の要因だったね。そのまま勝利。残った兵力見るとカウンターできなさそうなんだが。これはちょっとまずいかもしれない。とりあえずすぐに軍奪還。吹き飛び範囲見てもおそらく箕輪城は吹き飛ばなさそうだったな。あ、ちょうど箕輪城直通になったしこれはチャンス。小諸城の防衛移風で箕輪城に向かってくる敵部隊吹き飛ばすとかいうコンボできたらいいのにな。そういう作戦も狙うのは厳しいだろうけど棚ぼた程度で作戦に組み込むのは今後ありかもしれない。
大韓全員復帰。美濃和城に全部隊引き連れて出陣するかめっちゃ悩んだ。周辺まだ動揺状態になってない城があるから防衛に来る可能性考えて雪村だけ留守番させるんだぜ。凶作、追撃やめて。おお、関東直撃、これは追い風になるかもしれない。しかも割とメインで向かってきてるところだし、兵糧収入少なくて出陣できないとかだったらだいぶ助かるんだがな。ちらっと確認しただけでも兵力1000以上減ってるし、これはいいぞ。小諸城張り付き部隊の兵糧少なくなってきてるし、攻城戦になるかどうか心配することなくなったわ。兵力差は10倍ほど、兵力多い勝成さんいるし恐怖でしかないんだけど。しかも一部設備準備が終わってないというおまけ付き、負のおまけとかいらないんだが。攻城戦開始。設備は前回活躍した聖楼があるだけまだマシか。部隊数も4部隊と少ないから思いっきりこもれば勝てるのではないかと予測。というか能力差あるし兵力差も部隊平均ではすごいから聖楼範囲に持ち込まないと勝てないだろうな。聖楼のレベルアップはモブに任せて武将たちは全員本丸で敵を迎え撃つよ。今見えてる聖楼範囲まで引きつけていくんだぜ。勝成さんペアから城門が破壊されてうまくおびき寄せに成功。戦闘がただ友だからまだ助かったんだぜ。ただ友さんがスタミナなくなるまでは交代もしないからね。左のモブも聖楼に到着する前に壊滅しそう。あっちは重複してるから鉄壁すぎる。てかなんか右の城門諦めて下に向かって行ってたような。攻撃されると鬼ほど耐久値持っていかれるからそれは好都合。すぐにただ友さんが交代しないこと確認して重政さんと小松さんのデバフ入れることに。兵力少ないから少しでも被害を抑えるんだぜ。なんか団子になりすぎて思ったように交代できない。それからひたすら耐えた。まさかの下側から突っ込んでくるのかと思ったのに右諦めて左城門に向かってきたんだが、正気かな。重複するから確定で潰せるだろう。そしてただ友達もだいぶ削れてきた。交代してるうちに本丸までたどり着かれてしまったから早く潰さないとまずいんだけどね。ついに勝成登場。聖楼で削り切れるかどうか。村松殿の先行がいいダメージ。聖楼のダメージが凄まじく速攻で削ったな。そして よっしゃー、小諸城もいよいよ要塞化されるか。さっきの合戦を挽回するかのような被害。これでダブル聖楼システムが運用できれば耐久値低くても守りきれるかもな。彼らが価値を大いに固めよう。そして何もせずにひたすら守られる上田城。もはや上田城を小諸城の兵力支援設定にしたいところ。防衛拠点に設定してたらさすがに無理だよな。まあでも兵力が多くなるとその分敵部隊も多く向かってきてしまうからこのままでいいかな。一応美濃は城制圧したら支援設定にしようかと思ったけど、さっきの戦い方ができるなら必要なさそうだ。どちらかというと今はカウンター部隊の兵力確保の方が優先した方が良さそう。これでおそらく第一陣は弾き返した。小諸城の耐久値も半分は残ってるし修復必要なさそう。流言引き抜きも狙いたいからできるだけ貯金していきたい。それじゃあすぐに第二陣来そうだけど美濃和城攻めていこうか。マジですぐに来たな。おそらく沼田城に3万、上田城方面に3万、最初と同じようなところからまた3万、合計およそ9万が向かってきたな。それでも近場は全て同様状態だから到着まで時間がかかる。この隙にカウンター狙ってなんとか拡大していきたいところ。また小諸城多くて草。もしかしたらというか多分小松さんの特性で城の能力が上がってるから多めに向かってきてるんだろうね。沼田城狙いも数作金からがメインみたいだし、ささっと美濃和城制圧して防衛にまた戻ろうか。美濃和城到着。宇都宮城から防衛部隊が1部隊4000が向かってきたんだぜ。地役低いから工場自体は包囲で削り切れるだろう。包囲だと設備保存できるから確認したんだが何もなかったんだぜ。やべ、なんかいつの間にか美濃和城から城主出てきてたわ。一応目標ずらしてたんだがな。ダメージレース問題なし。ただ兵力削られたのと、もうそろそろ宇都宮城からの部隊が来てしまうし雪村さん出陣させようかな。半月カット。
雪村さん美濃は城領内に到着。防衛部隊は進路変更、大回りで向かってくるから雪村も甲状腺に参加するんだぜ。早く美濃は城制圧して本拠地に帰らないと思ったより敵部隊来てたわ。ここで二つ目の金山。コスト高え。現状でどのくらい収入増えるんだろうな。762、マジかよ、一気に金持ちじゃん。二つ建築すれば城郭不振星さんと当時両方まで賄えそう。これは貯めていって建築も考えようか。城を攻め落としましたぞ。美濃は城制圧。防衛部隊目の前で間に合わなかったんだぜ。速攻防衛戦突入だね。モブにタッチしてもらって合戦。なんか知らないけど忠敬さん大炉に突っ込んできて大炉破壊合戦で終了した。無謀で草。小諸城は守れるとして次は沼田城防衛だ。兵力回復が間に合わなさそうだから軍破壊されると掌握解除されるし小規模合戦でも防いでいきたいところ。美濃は城城主をどうするか、カウンターで戦力とするなら雪村さん一択なんだよね。赤備えも城主じゃないと発動しないからな。美濃は城は合戦で守る前提だから信行さん城主で沼田城は雪村さん使いながら今向かってきてる部隊撃破とかも悩む。矢倉持ち城主は宿老でいないから防衛拠点防衛はちょっときつそう。悩んだ結果赤備えで打開できる場面多そうだし雪村さんを配置することに。さすがに脳筋すぎて政務能力低いから一族配置して底上げしていくんだぜ。さて、カウンターもうまくいったし今のところは妥協点もあるけど順調。フラグ回収が早いことで5000向かってきたとか書いてるが絶対5000の矢印じゃないだろ。小諸城雪がいきなり進路変更してやがる。なんとタイミングの悪い。カウンター狙いするとき周辺の敵部隊にも注意しないとダメなのか。どうするんだ。一旦この辺りで私の思考がフリーズしてたんだよね。なんでだよ。この時点でまずいのが兵力少なすぎて美濃は城だけで対処できないこと。もはや国峰城から出陣状態だしな。次に沼田城から向かおうにも出陣中に軍ぶっ壊されて収入吹き飛ぶ可能性あり。割と近くに敵部隊来てるからそれほど時間がないと思うんだぜ。にます範囲考えながら最善の防衛方法も策していく。の仕掛けどころぞ。めっちゃ悩んだ結果この場所で迎え撃つことに。ここならすぐに沼田城にも帰れるしな。さらに何がいいって完全に忘れていた出浦さんが現実的に参戦範囲に来れるんだよね。混乱持ちが2部隊になるのはでかい。ついでに沼田城まで向かってきてもらって通常合戦でも参戦してもらおうと計画中。前の合戦で部隊数増やすことの大事さは再確認できたし兵力少ないけど信行さんと分散して出陣。またルート変更。現状的に部隊なら被害抑えれる計算だからこれ以上増えるのはまずい。進路変更部隊を巻き込まないように接敵場所考えるんだぜ。当初は美濃は城での接敵予定してたけど軍奪還も短縮できるし範囲的に今接敵することに。狙った2部隊巻き込み。あちゃさん政策の暴力がなければ戦闘自体はそんなに強くないからなんとかなるはず。裏話だが本当は大マップにしようとしてたのに雪村を分散させずに出陣させたから小マップになって頭抱えてたんだぜ。誰にも言っちゃダメだからね。大マップじゃなくても正幸さんの戦法が溜まるまで大炉の耐久値で耐えてそこからは疑似混乱羽根ができた。あちゃの攻撃力が低いからこその作戦だな。そのまま大炉羽根で勝利。雪村と混乱持ちに部隊いればこんなこともできるのか。さてさて、まだ美濃は城には向かってきてるから今度は今正幸さんたちがいるところに雪村さんたちを向かわせよう。ここで接敵すれば沼田城も参戦範囲だから本拠地の小規模合戦にも対応できるんだぜ。数字的にはこんな感じ。全く減ってなくて草。ちょっと待て、越後方面からも来てたのか。能力自体は低いがここの軍ぶっ壊されると温泉あるから被害甚大だ。マジかよ、しかも沼田城に敵部隊集結しすぎて参戦部隊めっちゃ増えそうなんだが。地味に能力高い武将も紛れてるな。三宅というと三好家にいた名字な気がする。てかなんか雪村さんが道間違えてて違う場所に行ってたんだが。血が持ってて草。防衛あるあるだけどマジで勝手に違うルートに向かわないでほしい。敵部隊の進路変更でかなり悩んだりしたが最初の計画した場所での雪村が接敵。今回はしっかりとも部隊にして大マップ。綱家もちょうど昇進させたかったし分割したんだぜ。これに勝てばほぼ美濃は城は防衛成功。
合戦開始。拳式弓マップだ。沼田城が産地だから弓多めで助かる。とりあえずコブは雪村さんと信行さんで対処、下側は正行さんと家綱さんでなんとかしようか。こんな感じの戦局になった。第6つあるから1部隊流して要所制圧。正行さんたちは強撃してるし、混乱発動で一気に勝負が決まるはず。綱家兵力元から少ないから無理させれないがな。よし、あとは雪村さんたちは大丈夫だろうし、退路破壊の混乱に備えて場所移動。綱家さんギリギリだったけど、やっぱ部隊数イズパワーだわ。真田家は能力高い武将多いし、兵力の 1.5 倍くらいの戦力で計算してもいいかもな。美濃和城はこれでほぼ防衛成功だけど、沼田城の団子状態をどう対処したものか。右の軍で接敵してしまうと、唐沢山城から来てる部隊すべて巻き込んでしまうから、さすがに勝てないと思うんだぜ。今見えてるの国衆だけだけど、その後方に武将隠れてるからね。一応坂戸城隣接で接敵すればギリギリ右の軍までが参戦範囲になるのか。ただ雪村たちももう一歩進ませないと参戦範囲にならないがな。現状の数字がこんな感じ。沼田城で威風弱発動できればまたカウンターに戻れそうなんだぜ。それじゃあまた5部隊になるように、坂戸城隣接の軍には信行さんだけ向かわせることに。小諸城もまたすぐに防衛戦始まりそう。この地味にルート変更するのマジでやめてほしい。沼田城雪が減ったか。その分美濃和城へ、まあ威風弱発動予定だし、吹き飛んでくれたらラッキーと思うか。今のところ坂戸城隣接で接敵すればギリギリ4部隊になる計算。美濃和城域はかなり近いし、これは沼田城防衛の後すぐに美濃和城に戻らないとダメな予感。秀浦さんもギリギリ沼田城領内に抜けれた。さすがに参戦は間に合わないか。雪村さんがいるところが参戦範囲だからね。またも舞台になるように分割。強制終了。兵力差あるけど弓マップなら問題ないかな。なんか自軍部隊の兵力が甲状腺より少ないんだが。忠誠高いからできる技。これ忠誠低かったら何発か戦ってすぐに帰ってしまうだろう。見せてくれる。合戦開始。やはり弓マップ。作戦は正幸さんに耐えてもらってる間に弓で攻撃。拳使いながら雪村さんでスタミナ弓作って進めていこうという感じ。右は一旦流してコブの防衛に集中するんだぜ。コブを一度発動を。中央で強撃に成功。弓の援護も2部隊で発動していい感じなんだぜ。退路も最悪2箇所あるから右は潰されてもまだ大丈夫。ただ一つ問題があって、強撃はいいんだけど雪村さんの兵力低くて形勢が怪しい。部隊分散のデメリット出てきてるな。分散もある程度何部隊か兵力多いところ作っておかないと積む場面出てきそうだ。結局雪村さん削られまくったし、時間稼ぎ少しでもできるように退路でスタンバイ。綱家と強撃に切り替えたが、問題はさっきと同じだ。信行さんダメージほぼ食らわないし時間かかるけど、このまま粘ってもらおう。確かめよ。正幸が左突破して退路に合流。ここからはいつ撤退するかわからないチキンレースに突入。雪村の兵力34。正幸さんも到着したし、あとは大丈夫だろう。信行ももう終わるだろうし、混乱で粘ってる間に優勢勝利目指すんだぜ。最後は退路破壊で勝利。ギリギリの攻防すぎて心臓に悪いんだぜ。坂戸城方面に伸びる威風と予想。我らが価値を大いに掲げる。吹き飛ばしがほとんど伸びなかったな。予想通り直通にはなったけど、さすがに無理そう。なんたることか。次はこのまま美濃和城防衛か。今なら領地返還の停戦も組めるし、少し悩み中。沼田城は防衛成功だな。最後に兵力確認。徳川家兵力32万。40倍か。それでも城数だけならトップクラスなんだけどね。あ、ほんとだ。城数順にしたらランクイン。次回は停戦入れるか継戦するかまた悩みそうだ。周辺勢力の停戦も来月で切れるから、そこも考慮しなくては。てことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。